熊本市市政情報コーナー知っとるね学ぶくん。学ぶくんおはようございます。おはようございます。中華さん、はい、中華さんは最近運動してますか？おい、さっきも言ってただろ、熊本城マラソン頑張ってんだよ。そんな近くにいたのに今さら聞くな。じゃねえよ、熊本城マラソン出っとね。おー、さっきそこで聞いてただろ。なんで？なんでじゃないよ。いや、なんで出っと？なんで出るとって、例えば地毛さんはいろんなものを背負って出られます、はいはい、中華さんは何を背負って出るんですか？まあおこがましいけど、まあ視聴者の皆さん、おこがましい言うなよ。中華粉背負って出ろ。まあ中華粉で出るみたいよ。中華粉だけ背負って出ろ。中華粉だけ背負っては、それは寂しすぎるだろう。もうちょっとなんかもらえるとメダルかなんかは。まあ、まあ、参加した人にはなんかもらえるみたいだけどね、参加賞はね。参加だけで感想戦でもメダルもらえると。そういうわけじゃないと思うよ。感想して。それはちゃんと感想しなきゃ。感想できる、ね。そうですか。走るから頑張って。皆さんもね、お得になる健康づくり法をご紹介します。はいはい。今日は熊本健康アプリ年度末抽選会について調べなんてない。今回の商品はより豪華になったそうですよ。まなぶくんがやってきたのは健康づくり推進課。案内をしてくれるのは熊本城マラソンに出場する後藤さん。コロナ禍で体重が増えたため、まずは完走が目標だそうです。いや、それが大事よ。熊本健康アプリ年度末抽選会って何年？学ぶも学ぶ。学ぶくん、今日2月15日は何の日か分かりますか？はい、いちごの日です。残念、いちごの日は1月15日。冷静に突っ込まれ。今日2月15日は熊本健康アプリで豪華商品が当たる年度末抽選会の応募開始日です。今月28日までが応募期間となりますので、対象の方は忘れずに応募をお願いします。熊本市はケチだけん、どうせ当たらんけんね。失礼やぞ。昨年度、まなぶくんには当選本数がおよそ1500本に増えたと学んでもらいましたが、今年度はさらにパワーアップ。当選本数が2倍を超える3500本以上になりました。商品のほとんどが残念賞のポケットティッシュじゃなかったね。街の抽選会じゃない。熊本健康アプリは昨年度から熊本連携中枢都市圏の16市町村との共同運営となり、各市町村の魅力的なものをはじめたくさんの商品を用意しています。具体的にどんな商品があると？アプリの獲得ポイントに応じて応募できる商品に違いがありますが、例えば3500ポイントを達成したプラチナランクには温泉宿の宿泊券や赤牛のステーキ、スマートウォッチが、2500ポイントを達成したゴールドランクには赤牛のハンバーグや5000円分のギフト券、1500ポイントを達成したシルバーランクには特産品の詰め合わせやキャンプ場の宿泊利用券、そして500ポイントを達成したノーマルランクには温泉施設の入浴券やクワッソ熊本、熊本ボルターズなどの観戦チケットがあります。これらはほんの一部です。熊本健康アプリのホーム画面に商品抽選に応募するという黄色いボタンが表示されている方が応募の対象者となります。応募資格は熊本連携中枢都市圏のアプリの実施市町村に在住かつ18歳以上の方です。そこで熊本健康アプリって何ね？熊本健康アプリもっと健康元気アップ熊本は、毎日の歩行や各種検診の受診など日々の健康づくり活動を行うことでポイントが付与され、ポイントが貯まると特典を受けられるスマートフォン専用のアプリです。今からアプリを使い始めても抽選会に参加できますか？これからアプリを使い始める方は今年度の抽選会には間に合いません。ただしこの取り組みは来年度も実施する予定ですので、4月のスタートに向けて健康づくり活動に取り組んでいただければと思います。はい、ホーム画面のキャラクター選択に学ぶもあるけん、ぜひ使ってみてね。本当だ、すごいものだ。僕がね、ホーム画面の
洗濯できるけんね。あ、すごい。ぜひとも洗濯してください。まあでも豪華景品すごいね。おお、日頃健康に気をつけてる方はこのアプリ使った方がポイント貯まるけん、ね、お得ですよね。1年間でね。そう、ぜひとも使ってください、はい、ということでまた来週です。はい、ありがとうございました。